私の顔の前でその銃を振りかざすのをやめないと関係なくはなくなるわよ。分かった分かった、落ち着けよ。武器を下げるからな。
クレイジーなことだけはしないでくれ。今すぐ金をよこして。全部よ。いいから落ち着けよな。ほら、有金全部だ。さっさとここから消え失せて。二人ともよ。冗談だろ。分かった、出て行くよ。たくついてないな。ビス野郎が尻尾まで逃げたなんて信じられない。ほら受け取って。さてバイバイしたければいつでも店は開いてるよ。にゃー、あとは自分でやれそう。ええ、薬から離れるのはしばらくかかるだろうけど、なんとかするわ。いつもそうだから。さあビジネスに戻りましょう。何か遠征に必要なものは？品物を見せてほしいの。全部価格に見合った商品だ。私はまだ原型を保っています。だよな。幽霊が動いた。どこから入れください。ダメージを受けています。いい厄介払いですね。
コード破れない。私にはできません。もういいよ。しないと大きくなってしまう。
コベナントに行くために来たんだろ。違うなら立ち去れ。武装した奴がうろうろしている。神経に良くない。この場所がそう呼ばれているから。そうだ、我々は優秀な人材だ。道にある商人なんかのためのピットストップのようなものだ。そこまで大きくはないが、掘り出し物がある。治療ができる医師がいる。レモネードさえもある。まあディーザーがレモネードと呼ぶものだが、小さな罠もある。誰も中に入れさせない。入場テストがある。それを安全テストと呼んでいる。誰もが受けなければならない。テストでレイダーを止められないわ。そのためにタレットがある。テストを受けたいか。合格すれば中に入れてやる。テストを受けなければいけないの。さあ、ルールはルールだ。準備はいいか。もちろん。いいだろう。座ったら始める。では始めよう。間違った答えはない。気の触れた科学者が近づいてきて、お前のフォトニックレゾナンスチャンバーに俺のクアンタムハーモナイザーを入れてやるなどと叫んでいる。なんと答える。お前もくたばれというわ。そういうのか。次の質問。研修生として診療所で働いているときに、奇妙な感染症にかかった患者がよろめきながらドアから入ってきた。感染がすごい勢いで広がっているが、医者は当分外出先からは帰ってこない。どうする。助けを求めて叫ぶ。他のやつに頼るのか。次の質問。洞窟で迷子になっている少年を見つけた。彼はお腹が空き疲れていたが、盗品も持っているようにも見えた。どうする。少年のポケットから盗品を吸って自分のものにする。その子は運命ってことで、そのまま置き去りに。とても興味深い。おめでとう。ベースボールチームに加わることになった。どのポジションがいい。野球じゃなくサッカーをする。確かか。問題ない。次の質問。祖母からお茶に呼ばれたが、驚くべきことに銃を渡され、ある人物を殺すようにと命令された。どうする。命を救う代わりに祖母に欲しいものは何でもあげる。典型的な B クラスだ。ミスター・アバナシーがまた自分の家に鍵をかけて閉じこもった。彼を家から出すように要請された。どうする。チェリーボムを取引で入手してドアを吹き飛ばす。それだけ。他にないのか。待て、答えるな。次。放射能を浴びてしまい、腹からミュータントの手が生えてきた。一番いい治療方法は何。銃を手に入れて自殺する。ほとんどないな。隣人がグロッグナック・ザ・バーバリアンの漫画本第一巻を持っている。お前はそれが欲しい。最適な入手方法は何。持っている漫画の一つと交換する。ほとんど終わりだ。最後の質問。父親をからかうことにした。誰にも見られずに彼がトイレに入るところを見たお前は。トイレに爆竹を仕掛ける。パーン。不朽のいたずらね。以上だ。今まで誰もお前のような答え方をしたやつはいない。でもな、合格だ。ゲートを開けてやる。なんと快適なところでしょう。さあ、帰りましょうね。
コベナントへようこそ。ごめん、今とても忙しいの。タリア。あら、話は聞いてるよ。訪問客でしょ。作るのが私の仕事。お店で売るものをね。私はタリア。どうも、初めまして。落ち着いて。一息ついて頼むから。あら、ごめんなさい。喋りすぎよね。自分でもわかってる。きっとコベナントを好きになると思う。ここの人はみんな親切で、本当に誰かを助けたいと思ってるよ。気に入ることを願うわ。きっと気に入る。今にわかるよ。ここの道具は自由に使っていいよ。それに何か必要だったら言ってね。キャラバン隊が数日前に来た。ストックトン爺さんのところで働いているやつだ。見たことあるんだ。もう行っただろ。思い出せない。交通量が多いんだ。ここはダイヤモンドシティじゃないんだ。五台のキャラバンが通ればそう簡単には忘れない。それで通ってはいけなかった。それよりレモネードでも飲まないか。俺の仕事はレモネードを飲むことじゃない。彼らがここに来た事実を知っているんだ。出来たてのレモネードはここで。もう思い出せない。約束する。全部明らかにする。レモネードには何が入っているの？レーザーのレモネードは優しさでできています。日当たりのいい放射能汚染されていない環境で取れた4つの特別な原材料を使用。それを冷えたグラスでどうぞ。ぜひお試しあれ。お気に召さない場合は返金保証制度をご利用ください。もらうわ。どうぞ。この辺のやつか。そうじゃないと嬉しい。仲間はもう十分だ。違う。ちょっと通っただけ。さっさと通り過ぎることを進める。ストックトンのキャラバンについて何か知ってるか。キャラバン？何の話をしているの？ストックトン爺さんと消えたキャラバンを見つける約束をした。キャラバンの残骸が町の外にある。彼らが最後に泊まったのはここだ。話をまとめようとしてるんだが、振り出しに戻ってくるんだ。提案がある。ストックトンの奴らを見つけるのを手伝ってくれ。報酬は分ける。あの虐殺の生存者は少なくとも一人いる。契約は守るつもりだ。誰を探しているの？一番はストックトンの娘、アメリアだ。女だと分かる死体をまだ見つけていないから希望はある。もし彼女を見つけたら、ストックトンは山ほどのキャップをくれる。もし手伝うなら前金が欲しい。お前が本当に手伝うと言うなら今50キャップ出す。これは取引とは別でだ。公平にね。キャラバンで手に入れたものはこれで全部だ。証拠はないが、どういうわけかコベナントが1枚噛んでる。聞き込みを続ける。だが何か見つけたら言ってくれ。
キャラバンはコベナントのかなり近くで攻撃されたわ。できるなら何も後に残す。スペアパーツを見つけたら必ず知らせてくださいね。ディーザーのレモネード、キャラバンは確実にコベナントに泊まったわ。店はいつも一番の店だ。あら、スワンソン。正面から中へ。ペニーの店はいつも一番の店だ。正面から中へ。ペニーの店はいつも一番の店だ。タリア、ああ、戻ってきたよ。コベナントが最高でしょ。いくつか質問に答える時間はある？それが役に立つならもちろんよ。女の子を探しているの。名前はアメリア・ストックトン。ああ、残念ながら知らない。大丈夫だと願ってるよ。ストックトンのキャラバンについて何か知ってる？いいえ、ごめんなさい。彼らは一度もここに来たことがない。ここのみんなは怪しい。何を隠しているの？隠してると？なぜそう思うの？私たちは好意的なだけ。そして忙しい。行かないと。足がまだ回復途中なの。何か痛み止めを持ってない？薬が必要でない状態になったらすぐにでもやめなさい。分かった？怪我の合併症は他に何かある？だいぶ治ってきてるわ。では行ってよろしい。ドクター、ありがとう。訪問客のためのターミナルは賓客用ベッドにある。ここは連邦で一番のコミュニティよ。いや、何か辛いところはある？有料だけど直してあげるわ。どう、先生？噂が聞きたいならペニーと話すといいわ。私は人を直すことに集中したいの。それが得意だから。何か補給品が使えるかも。何ができるか見てみましょう。ごゆっくり。すみません。ゲートでスワンソンが手を焼かせなかったんならいいけど、私に言わせるとあいつは自分の仕事を真面目に考えすぎなんだ。ともあれ、ようこそ。ここらではみんなミセス・フィッツジェラルドって呼ぶんだけど、あんたは可愛いからペニーでいいよ。親切にしてくれる人と会えて嬉しい。じゃあ、あんたはラッキーだ。コベナントは連邦で一番フレンドリーな場所だ。今にわかるよ。ここには買い物へ。いい値段で売ってあげるよ。少し質問に答える時間はある？あなたにとってはね、間違いない。
消えたキャラバンについて何か知ってる？ミスターダンと話をしたのね。彼が何について騒いでいるのかは知らないけど、私に言わせれば彼はただ騒ぎを起こそうとしているだけ。確かに彼にはそんなところがあるわね。そうなの、彼はかなりうぬぼれている。ダンは人々を助けているのは自分だと思ってる。連邦を豊かに安全にする方法なんてあいつには絶対わかるはずがない。彼は中に入れてもらったことを感謝しないといけないわね。ずかずか歩いて人々に尋問する代わりにね。コンパウンドが彼の大切なキャラバンに何かしたなら理由があるはず。彼のことを好きという以外に他の理由が、うん、ちょっとペラペラと喋りすぎたみたい。私が言ったことは全部忘れて。コンパウンドのことももう行かないと。訪問客のためのターミナルは賓客用ベッドにある。本当に悪気はないんだけど、仕事が山ほどあってね。ねえ、ここにないもので必要なものがあればジェイコブに言ってちょうだい。あら、いや、初めて見る顔だ。名前はジェイコブだ。この町を管理してる。テストに通ったみたいでよかった。有能な人間はいつでも歓迎だ。ゲストハウスのベッドを一つ使うといい。するとペニーの店には顔を出した方がいい。町には他に何かあるの？応急処置ならドクターパトリシアが喜んでしてくれるよ。もちろん手頃な料金で。ミスターダンには近づかない方がいい。彼に苦情が来ている。いくつか質問してもいい？何でも聞いてくれ。コンパウンドのことを聞いたことある？なぜ興味があるんだ、よそ者め。だがコンパウンドのことについては一度も聞いたことがないとは言えないだろう。消えたキャラバンについて何か知ってる？あのストックトンの奴らのことか。ミスターダンには何度も何度も話した。彼らを見たこともないよ。この場所は戦争前みたい。どうやって管理しているの？重労働、利口な取引、健全なコミュニティを作るための献身、チームの努力だ。行かないと。良い一日を。この場所は大嫌いだ。ねえダン、この辺り全体が気に入らないんだよ。キャラバンについて何か分かったのか？コンパウンドについて情報を得たわ。キャラバンの生き残りがそこにいるらしい。よし、じゃあ見つける必要がある。コンパウンドがどこにあるかを誰かが知っているとしたらジェイコブだ。この町を管理している。だが彼の記憶力はあまり良くない。彼がパスワードを入力するときに紙切れを見ていたのを見たことがある。見つけることができると思うか？じゃあ後で。道の先を目指してて、私の魅力に惑わされたくないなら早く行こう。もし傷ついているなら医師に言って。人造人間って何？なぜ彼らを怖がるの？ねえダン、この辺り全体が気に入らないんだよ。キャラバンについて何か分かったのか？ここの人たちは人造人間についてかなり敏感ね。人造人間って何？この辺の人間じゃないな。人造人間はインスティチュートに作られた。かなり進んだ技術だ。誰にも見分けることができないほど人間にそっくりなんだよ。
連邦にいる奴ら全員人造人間とインスティチュートを怖がっている。でそのことだが、俺は長い間ここにいるが、誰も彼らのことを口にしようともしない。奇妙だ。それでインスティチュートって何？3人に聞いたら3人とも違う答えが返ってくる。かなり違う。連邦ではほとんどの人間があらゆる不幸の裏にはインスティチュートがいると信じている。妹が失踪したりバラモンを亡くしたりすると、そこにはインスティチュート。真夜中に家が台無しにされたらインスティチュート。でもその証拠を持ってる奴には一人も会ったことがない。だが人造人間の存在はもう否定できない。俺たちの間に潜入しているインスティチュートが俺たちのために動いているとは思えないな。他にも何か手がかりは必要？いらない。コベナントがうまくいかなかったらどこから始めればいいかわからない。必要な時は道を渡る。じゃあ後で。こちらのレモネードをどうぞ。あら、ディーザー、出来たてのレモネードはここです。行方不明のキャラバンを調査している。協力してくれない？行方不明のキャラバンにいいもの何か知ってます？それはディーザーのレモネードですよ。コメナントのベスト飲料に3年連続で選ばれました。何か裏でもあるの？種も仕掛けもありません。コベナントで一番おいしいレモネードなだけです。特別ゲストには無料です。もらうわ。お一人様1日1杯に限ります。傘を手に入れた方がいいと思います。風は引きたくないですよね。また逮捕されたのか。今月はこれで3度目だ。テッドはすぐにこれに乗った方がいい。また別の新顔か。ようこそ。ミスター・フィッツジェラルド。暴力は容認しない。下品な行為もだ。そういうことに近づかなければ問題なくやっていける。この部屋はビジネスを意味するわ。私が持ってるのはうつ病の対処法、苦悩の12段階、それと自己啓発の本が数冊。いいコレクションね。気が落ちる。警察に見つからないように注意してください。盗みは犯罪です。誰の名前も見つからないよ。このような荒れた状況で私のシステムはいつまで持ちこたえられるのでしょう。警備がかなり厳重ね。周りに他の道があるかもしれないわ。ちっぽけな居住地になぜこんなに射撃能力が必要なの？
ちらのレモネードをどうぞ。奴らは何かを隠している。確かに助けが必要なら金手子でこじ開けて。しっかりとロックされているわ。誰も家にいないな。鍵が必要ね。嬉しくないだろう。不注意な人がいることを祈りましょう。鍵がかかってたらそこには守るべきものがあるといい。戦闘オペレーションを再開します。奴らはチャンスだと思ったんだろうな。何を。やったぞ。されているわ。鍵が必要ね。気をつけて進みましょう。注意な人がいることを祈りましょう。なぜ人造人間をあんなに怖がるの？